初冬の頃、道端で大型のイネ科の植物ナピアグラスが花を咲かせてきました。その開花状況を紹介しましょう。ナピアグラスはイネ科チカラシバ属の大型多年草期科植物で、海岸付近から内陸部にまで分布し、道端、田畑の土手、水路付近に群生していることが多いです。熱帯アフリカ原産で、日本には団地型の飼料作物として昭和の初期に奄美大島に導入され、ペルーグラスと呼ばれてきました。その後、九州、沖縄で広く栽培された経緯があります。開花時期は8月から11月です。多数の節があり、葉液から分岐したその先に円柱状の長さ19から 27.5 センチ、幅は 2.5 センチの水上花状をつけます。コホがより集まってつき、長さ3センチほどの乃木が出ているので、薄い褐色のブラシ状になっています。ナピアグラスは1991年に屋久島、種子島で帰化が報告され、各地の道沿いで急速に野生化してきています。またナピアグラスは適切な管理が必要な産業上重要な外来種として指定されているものです。高さは 1.5 から3メートルで、中には5メートルに達するものも見かけます。葉は長さ60から94センチで、幅は2から3センチの線形です。表面には白い毛があります。根元部分の茎は 1.5 から2センチの扁平になっており、頑丈な茎です。根も相当深いと言われています。しばらく開花状況をご覧いただきましょう。
ナピアグラスの開花風景をご覧いただきました。案内は、ふるさと種子島の結城香織でした。